次に清水忠君。清水君。日本共産党の清水忠でございます、よろしいでしょうか。本日2月16日から始まった確定申告について質問をいたします。昨年も新型コロナウイルスの影響を受けて申告期限が延長されました。緊急事態宣言下で始まる今年の確定申告についても4月15日まで延長されることとなりましたが、その理由について麻生大臣、説明していただけるでしょうか。麻生財務大臣。本年の2月の2日に緊急事態宣言の延長というものが決定をされておりますので、その期間が令和2年分の所得税の確定申告期間と重なるということを踏まえまして、十分な申告期間を確保して確定申告されるところの解除等々で混雑回避の徹底を図るなどの観点から、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税等の申告期限、納付期限について全国一律令和3年4月15日までに延長することにしたということです。委員長。清水君。まあ、つまりですね、まだまだ新型コロナの影響が収まっていないという認識で、今年についても延長されたというふうに思います。ただ去年はですね、納税猶予の特例措置を導入し、納税者の負担を緩和させる措置も同時に行われました。残念ながら納税猶予の特例措置は今年2月1日をもって終了したわけですが、麻生大臣、なぜこれは延長しなかったんですか。麻生財務大臣。国税の納税猶予につきましては、これは既存の猶予制度というものに加えて、無担保かつ延滞税なしで1年間納税を猶予するという特例が設けられた、ご記憶の通りです。ここが一番肝心なところですから、この特例の終了後においても新型コロナの影響により納付困難な場合には、これは今ある既存の猶予制度というのをご利用いただければよろしいんで、少なくとも原則として1年間猶予することとか、分割して納税していただくということもできますし、また適用される延滞税も令和3年分から年 1.0% に引き下げられております。ご存知の通りです。従いまして、担保につきましても担保提供は明らかに可能な場合を除いて不要ということになっておりますのもご存知の通りだと思います。従いまして、このような制度の活用も含めまして、納税者の資金繰りや収支の状況など個々の事情、実情等々を十分に伺いながら適切に対応させていただきたいものだと思っています。委員長。清水君。いろいろ言われたんですけれども、それは既存の納税猶予制度を説明されただけであって、納税猶予の特例措置を延長しない理由ではありません。特例措置では担保の提供は不要ですし、延滞税が免除されます。その他に新型コロナによる収入減少を口頭で説明するだけで構わないという、柔軟な対応をしていたわけですね。で、コロナ禍の影響が今も続く現状を考えれば、延長することはこれ当然だというふうに考えます。この問題については引き続きこの委員会で取り上げていきたいと思います。次に、持続化給付金などの課税の問題について質問します。コロナ禍で行われた事業者向け給付金の課税、非課税の考え方について、日本ではこれは課税とされるわけですが、欧米諸国では必ずしもこれは一致しておりません。配布資料の1枚目をご覧ください。これは国会図書館に調べていただいた資料なんですが、ドイツやイギリスでは事業者向けの給付金は課税となっておりますが、アメリカやフランスでは非課税となっております。で、フランスで非課税措置が取られている理由について、これ財務省、説明していただけるでしょうか。財務省、スミス沢主税局長。お答え申し上げます。米国とフランスにおきまして、中小企業または個人事業主等に対するこのローンの返済の免除でありますとか、給付措置にかかる収入が非課税とされている例があることは承知をいたしておりますけれども、それが非課税とされた背景理由等につきまして承知はいたしておりません。一方、この事業収入の補填でありますとか、営業経費のその補填に充てるような事業に関連する給付につきまして
ましては、基本的にその事業所得の収入として、まあ、課税となるという扱いをしておりますけれども、基本的にそういった状況にある多くの事業者の方々は、売上の減少でありますとか、各種の経費の支払いなどに、まあ、迫られているという状況にあると考えられますので、こういった給付金が事業収入に参入されてもなお、赤字となるというケースが多くございますので、その場合、課税所得は生じないということになるわけでございます。委員長。清水君、まあ、アメリカやフランスが非課税なのは知っているが、その理由や背景は分からないということですから、一度これ調べていただきたいと思います。とにかく各国の政策上の位置づけでですね、まあ、対応が変わっているということだと思うんですが、消費税についても確認したいと思います。持続化給付金などの公的な給付金、助成金は消費税の申告上どのように取り扱われるのか、まあ、給付金はこの課税売上、消費税のかかる課税売上に含まれるのか含まれないのか、これ端的にお答えいただけますか。国税庁、やりみず次長。お答えいたします。消費税法上、国内において事業者が対価を得て行う資産の譲渡、それから役務の提供等に対して消費税を課すこととされております。で、従いましてご指摘のような新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、事業者が国や地方公共団体から支給を受ける給付金については、一般的に資産の譲渡あるいは役務の提供等を行うことの反対給付として事業者が受け取るものではございませんので、消費税の課税対象とはなりません。委員長。清水君。消費税の課税対象とならないという答弁がございました。本日から始まりました2020年分の確定申告では、各種給付金等は所得税や法人税の申告書の売上には含まれるものの、まあ、消費税の申告書の売上金額には含まないということが今の答弁で明らかになったわけですが、私今、まあ、手元にあるんですが、確定申告の説明書である令和2年分消費税および地方消費税の確定申告の手引き、これには記載がありません。また国税庁作成のですね、国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取り扱いに関する FAQ というのはよくある質問という意味ですが、これにも消費税上の扱いについては記載されていないんですね。唯一経産省の FAQ に少し書いているだけでありまして、このままだとですね、確定申告で間違って消費税の課税売上として申告する人が出てくると思うんですね。実際そのような問い合わせが私の事務所に何件も来ております。で、国税庁、これはなぜこうした説明書に記載しないんですか。国税庁、やりみず次長。お答えいたします。ご指摘の持続化給付金にかかる消費税の取り扱いにつきましては、同給付金を申請する事業者の方に周知する観点から経済産業省のホームページにおいてお示ししているところでございます。それから事業者の方が国または地方公共団体等から受ける特定の政策目的の実現を図るための給付金等にかかる消費税の取り扱いにつきましては、資産の譲渡等の対価に該当しない、その旨、消費税法基本通達においても明らかにしてきたところでございます。まあ、いずれにしてもただいまご指摘もございましたので、現在確定申告の時期を迎えている個人事業者の方が戸惑うことなく円滑に申告していただけるよう FAQ を公表するなど対応してまいりたいと思います。清水君。ホームページへの掲載などですね、広報による周知徹底ぜひお願いしたいと思います。確かにこれ受付は経産省ですけど、経産省のホームページ見ますと、確定申告詳しくは国税庁のホームページとこうなっているわけですから、ぜひその点改善をお願いしたいと思います。で、仮に間違ってですよ、仮に間違って消費税の申告書にですね、持続化給付金などを含んだ金額を売上として記入した場合、その分多くの消費税を納税することになるわけです。その場合はどうしたらいいのか。確定申告した後にですね、余分に納税した消費税分はこれは返還していただけるんでしょうか。国税庁、
やれみず次長。お答えいたします。まずは事業者の方が日頃の経理や申告の実務を戸惑うことがないように行っていただけるように、周知も含めて丁寧な対応を行っていくということが重要と考えております。その上で、売上金額を過大に計上するなど申告内容に間違いに気づいた場合には、法定申告期限前であれば申告書を再度提出していただく、それから法定申告期限後であれば公正の請求を行っていただくといったことで減額をお求めいただけることができるということでございます。委員長、清水君、ぜひ確定申告の相談会場などでですね、事業者の方々に周知徹底していただいて、誤って余分に納税することがないようにしっかりと手立てを取っていただきたいと思います。で、持続化給付金自身に、課税されるという問題については引き続き本委員会で取り上げていきたいと考えております。次にですね、持続化給付金の支給の問題について質問したいと思っております。家賃支援給付金はすでに給付されているという事業者が持続化給付金の申請には不備があるとして追加資料の提出が求められ、それに対応できないといった相談が私の事務所に寄せられております。今日は経済産業省から長坂副大臣にお越しいただいておりますが、長坂大臣はこのような事例があるということをご存知ですか、知っているか知らないかだけまずお伺いしたいと思います。長坂経済産業副大臣。知ってるか知ってないかということでございますけれども、家賃支援給付金は一月の売上が 50% 以上減少のほかに3ヶ月 30% 減少も対象としております。ですから両制度では要件が異なっているわけでございまして、そのために申請者が選択する売上減少の対象月や提出書類も異なる可能性がございます。ご指摘のような家賃支援給付金が給付され、持続化給付金が給付されない事例はあり得ると認識をしております。委員長、清水君。はい、確かにですね、持続化給付金と家賃支援給付金の制度の違いはそこなんですね。いわゆる家賃支援給付金の場合は3ヶ月連続で 30% 前年度売上が減少していれば支給の対象になる。しかしそれ以外はですね、同じなんですよ。で、同じ目的同じ条件でコロナ禍に苦しむ事業者を支援するための政策であるはずなのに、いわゆる前年度比 50% 減という条件に1ヶ月ですね、減という条件で家賃支援給付金が出ている事業者に対してですよ、持続化給付金が出ないと。これは同じ条件の対象です。ですから実施する事務局が違えば対象の基準が変わるということがあってはならないというふうに思うんですね。で、今長坂副大臣の方から3ヶ月連続の家賃 30% の減少ということを除いてはこれは対象基準同じですから、そういう点では片方が支給されて片方が支給されないというダブルスタンダードがあってはいけないというふうに思うんですが、そこはいかがでしょうか。長坂経済産業副大臣。先ほど申し上げましたとおり、持続化給付金と家賃支援給付金は、別々の制度でございまして、要件や提出書類は異なっております。さらに実際に給付金の申請を受けた際に、提出書類が異なる場合もあり得るため、ご指摘のような事例、どちらかの給付金のみが対象となる事例はあり得ると考えております。委員長、清水君。いや、この持続化給付金も家賃支援給付金もですね、新型コロナの影響を受けている事業者の事業継続を支援し、再起の糧となるようですね、事業全般に使える給付金をするという趣旨、目的は同じだと思うんですね。で、確かに家賃と持続化給付金の方では、例えば家賃の方で言いますと、家賃の証明だとか、あるいは家主さんからの証明書類だとか提出する書類は違うと思いますよ。しかしですね、 50% 前年度減少していれば
給付されるという持続化給付金と家賃支援給付金、対象基準が同じであれば両方支給されて当然だと思うんです。でしかもですね、家賃支援給付金は支給されているのに持続化給付金が出ないというのはね、書類の数から言ってもですね、家賃支援給付金の方が多いわけですよ。ですからこれは提出する書類の問題ではなくて、前年度比 50% 減少して給付金の対象となっており、家賃支援給付金は出たのに持続化給付金が出ないというのは、これは書類の問題ではなくて基準が違うということじゃないですか。認定基準が違うということじゃないですか。そこはいかがでしょうか。長坂副大臣。委員ご承知のとおりでありますが、家賃支援給付金は昨日の時点で約108万件の申請に対しまして、約98万件、約8500億円を給付しております。持続化給付金につきましては、約441万件の申請に対しまして、約421万件、約 5.5 兆円を給付しているところでございます。今お話のような案件ご指摘でございますが、個別の審査結果についてこの場でお答えすることは控えさせていただきますけど、具体的に問題となっている申請者の氏名や番号等をご教授いただければ審査に誤りがないかなど状況を確認の上適切に対応したいと思います。委員長、清水君。今の答弁非常に大事でしてね、個別に丁寧にしていただきたいと思うんですが、一点だけ個別の問題ではなくて一般論でも結構ですので長坂副大臣の認識を問いたいと思うんですが、この家賃支援給付金と持続化給付金ですね、これはもちろん提出書類等は異なることがあるわけですが、その審査する基準については、これは認定基準は同じだと、50% 減少している、前年度に比べてですね、1ヶ月でも、ここが合致していれば、基本的に認定基準は変わらない、決してダブルスタンダードで審査基準しているわけではないということだけは、確認させていただけないでしょうか。中小企業庁、那須野次長。ちょっと技術的な質問でございますので、私の方からお答えさせていただきます。家賃支援給付金は、売上が前年同月比から 50% 減少するか、あるいは3ヶ月連続で 30% 減少するという要件を満たせば、家賃支払額のですね、6ヶ月分の何割かを支給するということでございます。で、一方で、持続化給付金は、前年同月比から売上が 50% 以上減少した場合に、それを12倍してですね、年収の差額をですね、給付するということでございますので、対象月の選択によって、実は持続化給付金の場合、支給額が変わってくるんですね。ですから、申請者としてはより有利な対象月を持続化給付金では選択してですね、対象月とすることができますので、そこが両者の制度の違いということでございます。清水君。その有利なはずの持続化給付金が出なくて、家賃支援給付金が出てるわけですよ、50% 減ということで。だから私は、これは二重基準ですかというふうに聞いているわけで、ですから本来であればですね、那須野さんでもいいんですが、家賃支援給付金が正当に支給されていると事業者に対してはですね、持続化給付金に対しては支給するというふうにしていただけませんか。中小企業庁、那須野市長。お答え申し上げます。ただいま長坂副大臣がお答え申したとおりですね、ちょっと具体的な事案でですね、何が問題になっているのかということをちょっとしっかり確認してですね、適切に対応してまいりたいと考えております。委員長。清水君。何が問題になっているかについて質問したいと思います。で、現在持続化給付金の申請でですね、不備だとされるケースで多いのが追加資料の提出なんです。でそのうち対象月の請求書と振込記載がある通帳のコピーを求めることがあるわけですが、これは何のために提出を求めているんでしょうか。長坂大臣。長坂副大臣。
お答え申し上げます。持続化給付金の審査におきまして、2019年度分の確定申告書と2020年の売上台帳を確認しております。事業実態がないにもかかわらず、虚偽の確定申告をして、持続化給付金を不正受給したという犯罪も相当数出ていることから、事業実態をしっかりと確認する必要があると考えているわけであります。こうした観点から、申請者に提出いただきました証拠書類だけでは、給付要件を満たしているかについての確認ができない一部の方に対しましては、事業実態を確認するために追加の関係書類の提出を依頼しているところであります。具体的には、ご指摘の2019年中の対象月に発生した請求書の写し、それに伴う振込支払いが分かる通帳の写しの組み合わせのほかに、2018年度確定申告書の第一票、令和元年度分の市町村民税、特別区民税、都道府県民税申告書の写しの3種類の書類のうち、申請者が提出可能な書類のいずれか1つの提出を依頼しているところであります。清水君。請求書と通帳の提出というふうに指摘したわけですけれども、現金取引が主でですね、銀行口座を介した振り込みがなされていない商売というのはあるわけでありまして、例えばおかみさん一人で営んでいる小さな飲み屋さんでは、お酒は近所の酒屋から仕入れて、食材はスーパーで購入し、当然お支払いもですね、現金で、銀行振り込みは使用しておりません。あと神社のお祭りにお店を出す露天商の方、これはですね、仕入れはすべて現金で、露店の支払い、これはもう現金しかありませんのでね、嘆いておられます。で、そのような事業者の方は、請求書はあるんですが、通帳に振り込み記載がありません。で、お伺いしたいんですが、なぜ領収書では認められないのかということなんですね。で、経産省はこのような銀行振込以外の商売を、そもそも事業者として認めないということなんでしょうか。通帳の代わりに領収書ではダメなんでしょうか。長坂副大臣。通常の審査において提出されている書類のみでは、取引の実態を十分確認できなかった一部の方を対象にいたしまして、追加の関係書類の提出を依頼しております。その際には、客観的かつ公平に事業実態を確認するためには、請求書に加えて、そこに記載されている取引を裏付けるために、銀行が発行している信憑性のある書類として、振込支払いが分かる通帳の写しを求めております。なお、税務署による税務調査のための取引実態の確認と、持続化給付金の審査における給付要件の確認を要する方に対する確認とは、その目的が異なるから、手段についても異なってくるというふうに考えております。清水君。いや、参議院の方でしたかね、財政金融委員会で麻生財務大臣が、日本の由緒正しきフリーランスは敵やだというふうに言われましてね。これは給付金の対象とすべきだという発言をされてですね、実は多くの方々が励まされたという声が私のところにも届いております。つまりですね、出せない書類を出せ出せと言って、それができなければ対象者であるにもかかわらず、いつまでたっても支給されないという状況ですね、これを改善するつもりがないのかということを伺っているわけです。で、長坂副大臣はですね、いわゆる税務調査の目的と、今回の給付金を支給するための書類については目的が違うため異なると言いましたけれどもね、配布資料の2枚目ご覧ください。ここにはですね、税務のルールでは帳簿等の保存義務が事業者に生じておりまして、資料にあるような帳簿や書類を管理しなければならないとなっていますが、そこには請求書とともにですね、領収書や小切手控えなども当然含まれているわけなんです。で、国税庁に確認します。いいですか、国税庁さんに確認します。税務調査で事業実態を調べる際にですね、銀行振込以外は取引として認めていないのか、領収書では偽造の疑いがあるため、例えばですね、取引の実態はなかったとの判断をするのか、このあたりはいかがですか。国税庁、やれみず庁。
お答えいたします。一般論として、の申し上げることになりますが、国税当局が税務調査等を行う際における事業者の取引実態等の認定にあたりましては、必ずしも銀行振込の履歴などといった書類の有無のみによって判断するわけではなく、領収書や帳簿書類を含め、これまでの取引慣行など、個々の取引における事実関係に基づきまして、適切に判断していくと、こういうことになります。委員長、清水君。今お聞きいただいた通りですよ。ですから、個々の取引関係についてですね、領収書等でもしっかりとその取引を確認して、そして認定基準に達していれば、持続化給付金を支給するということは当たり前じゃないですか。大臣、この領収書ではだめだという、その説明、もう一度していただけますか、それとも支給していただけますか。長坂副大臣。私どもといたしましては、税務調査の場合はですね、法律上の調査権限に基づき、申告後に税務調査ができるわけでありますが、持続化給付金につきましては、給付後にそのような権限がないために、給付金の支給を判定する入り口の段階で、しっかりと審査をする必要があるという違いがございます。で、領収書と店舗等で一般的に発行されるレシートは区別、明確な区別がありません。これをもって事業実態をですね、把握することは困難であるために、領収書は認めておりません。清水君。それはね、コロナで苦しんでいる事業者に対してあまりにも広いですよ。経産省はですね、例えばこの請求書と預金通帳の写しだけではなく、例えば2018年の確定申告書の写しでも構わないというふうにおっしゃっておられますけれどもね、うちの事務所に相談来られる方はですね、そのような追加資料を求められてもですね、もう確定申告がするかどうか、まあ、所得税が発生するかしないかのですね、まあ、非常に小規模な事業者が多いわけです。で、先ほども言いましたけれども、請求書と振込記載がある通帳などで事業実態が証明できれば、まあ、構わないと。で、事務局は今言いましたように、確定申告書、持続化給付金の売上比較対象年のですね、前年の確定申告書の提出を求めていますが、しかしそういう事業者はですね、2018年も売上が少ないために、確定申告をしていない人が大半なんです。つまり2018年分の確定申告書も提出できずにいる。そして現金商売をやっているために、請求書や銀行振込の写しもない。だから、再三再四ですよ、コロナで営業で売上が落ち込んで、50% 以上落ち込んで、苦しんでいるにもかかわらず、いまだに支給されないということで苦しんでおられるわけです。もう一度国税庁に確認します。所得税が発生するだけの所得がない場合でも、確定申告をしなければなりませんか。国税庁、やりみず次長。お答えいたします。委員ご指摘の所得税が発生するだけの所得がない方につきましては、所得税の確定申告義務はございません。委員長。清水君。今答弁あった通りですよ。長澤大臣、副大臣、最後はやはり政治的なですね、私決断というか判断求められていると思うんですね。確定申告する義務がない、必要がないという小規模な事業者、所得税が発生するかしないかのような事業者で、確定申告をしなくても構わないと今答弁ありました。そして現金商売中心で、領収書あるが請求書や銀行振込通帳の写しは資料として出したいけれども残って手元にないと。で、こういう事業者がですね、去年から始まっている新型コロナの不況の下で、いまだにですよ、持続化給付金がもらえずに苦しんでいるんです。こういう事業者をね、借地定規にシャットアウトして潰すのではなく、歯を食いしばって頑張っているこれらの事業者に対して何らかの対応をですね、最後までですね、支給できるように努力するっていうのが今政治に求められているんじゃないですか。長坂経済産業副大臣。
大変苦しんでいらっしゃる方を救っていく、そして、下支えしていくというのは我々の思いでございますが、しかしその事業実態というのを確認をするためにですね、一部の方には追加で、関係書類の提出をご依頼をしているわけであります。そして今お話のような、まあ、短くさせていただきますが、確定申告書が出せないという方はですね、例えば住民税の申告書の提出も認められております。所得税が発生するだけの所得がない場合であっても住民税の申告書を提出していただけるものと考えております。委員長、清水君。時間が来ましたけれども、いずれにしてもですね、持続化給付金、家賃支援給付金、まだ未支給の方々がおられます。引き続き政府に対応を求めて私の質問を終わります。